滋賀県竜王町山の上にやってきました。今回の夢追い人さんは近江牛を育てているということで、一体どんな方なんでしょう。会いに行ってみます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今回の夢追い人、沢井隆夫さん。家畜商だった父の仕事の影響を受け、隆夫さんが目指したのは牛肉マーケットへの参入でした。48年前に始めた時は40頭、今や2500頭もの規模で近江牛を生産し、東南アジアなど海外への輸出も行っています。さて、服も着替えまして、今から消毒をして中に入らせてもらいます。よいしょ。はい、ではお願いします。はい、どうぞこちらへ来てください。はい。わあ、こちらの牛舎で何頭ぐらいいるんですか。この一棟で120頭ほどおりますね。この牧場全体で2000頭ほど、第一牧場を合わせますと2500頭ほどおります。その中の一つで。はい。近江牛の味の特徴ってどういうところにあるんですか。そうですね、近江牛肉の場合はまろやかな味、しつこくない、それが特徴ですね。その味わいを出すにはどういうこだわりを持ってされてるんですか。まずこの地域の環境、降った雨や雪が鈴鹿山系から琵琶湖に伏流水として流れてます。その地下水を汲み上げております。牛に適したミネラルがあるんですね。私よりも牛の方がいい水飲んでるんですよ。そういうことになりますか。はい。そうなんですね。他には餌のやり方とか。やはり地元で採れた稲わらですね、これにもミネラルが豊富に入っております。そこへ持って独自で、配合ブレンドしたものを与える濃厚飼料ですね。そういったものがマッチして、本当の近江牛肉といわれる美味しいものをここは近江牛生産基地として頑張っております。お話ししていると近江牛のおやつの時間に、大型の重機を使ってオリジナルブレンドの飼料をオペレーターが給仕するシステムです。餌やりっていうのはリフトで自動でされてるんですか。あれは一定の量を与えるというスタイル、はい、でまたですね、気温とか湿度によって調整を微調整ができるんですね。オペレーターのさじ加減ですね。じゃあ牛たちのその、まあ、様子も見つつ、気温とか、まあ、環境を見て、そうですね、変えたり、はい、内容を変えたり。せっかくなので餌やりの体験をさせてもらうことに。すごい軽いように思ってたんですけど、量あると重いですね。重いよね。よし、じゃあ、はい、挑戦してください。はい、牛さんたちにこの辺かな。失礼します。はい。これぐらいなんかな。もっと食べますか。はい、もうちょっと食べますね。もっと食べますか。牛さんたちは人間みたいに夏バテとかしないんですか。そう、はい、同じね、動物哺乳類としてはね、はい、暑い時は牛バテますね。やっぱりそうなんですね。ですからね、食体っていうのを起こして量が落ちますね、それをですね、いかに落とさないか、そういったところも調整しながら、餌のブレンドを少し変えたり、夏と冬はちょっと内容が違いますもんね。気づいたんですけど、この沢井牧場さんのこの白衣の後ろに、沢井姫和牛って書いてるじゃないですか。はい。これはみんな女の子ってことなんですか。そうです。昔から近江牛っていうのはメスだったんですね。そうだったんですね。でメスっていうのは去勢よりもやはり味がコクがという部分が深いんですね。利益を追求もせんならんけれど、やはり味というものを落とさずに、管理していこうということで、メスオンリーでやっております。近江牛の品質を第一に考え、今や滋賀県の近江牛の6分の1を出荷する大牧場にした沢井さん。
改めてお話を聞きました。こちらで育ってた牛っていうのはどういうところに納品されるんですか？滋賀県はもとより、関西地方にもかなり流れてます。また関東地方にも流れてます。そうした国内バイヤーを通じて流通させていただいております。それ以外にですね、出荷の約 30% ほどは海外輸出をさせていただいております。はい、例えばどういう国に？そうですね、今多いのが台湾、フィリピン、タイ、シンガポール、そういった東南アジアが多いですね。私もともと海外輸出した時にはですね、世界の富裕層の胃袋を満たそうという思いで出荷させていただいております。沢井牧場では農場ハサップ J ギャップを取得し、16、7年前から東南アジアを中心に海外輸出を展開。最高級の品質にこだわり、近江牛のブランドを世界へ発信しています。やはり近江牛というのはね、先人が築き上げたブランドなんですね。この近江牛をですね、私たちやっぱりこのなんか思いがあるんですね、深い思いが。やはりこれをですね、消費者の皆さんに近江牛肉を美味しく食ってもらおうということで、牧場で近江牛を育てる、管理しているというところですね。その受け継いできた近江牛、近江牛を広めたいという思いが。そうですね、はい。今後ですね、この沢井牧場をどういうふうにされていきたいですか？やはりね、近江牛のふるさと竜王町山の上というねスタイルで、近江牛って言ったらこの竜王町 山の上だねと言われるような位置づけ、ポジションが大事ですよね。それと同時に、今2500頭ですが、やはりマックス3500頭まで肥育を求めていこうと。そして海外の皆さんにも出荷しながら喜んでいただこうと。またですね、やはり地元滋賀県民の皆さんにも本当の近江牛肉の美味しいものを、安価な形で安くですね食ってもらえるような生産も考えていかならんと。ブランドがありながらもリーズナブルなお値段で、消費ができますよというところを求めていかならの違うかなというところですね。じゃあ日本はもちろんですけれども、世界を股にかけて近江牛、近江牛を広めていってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。